阪神スタメン、2番上田、DH 糸原、4番近本、5番前川、7番小山。交流戦、阪神、ロッテ、2024年6月1日、GOGO マリン。阪神が大幅にスタメンを変更した。4番にプロ入り初めて近本が入り、大山が7番に座った。森下は我慢したって欲しかったな。なんやこのふてくされたスタメンは。この監督コントムリアがこんな地獄のスタメン組むなら佐藤を挙げてこいや。原口硬くなりスタメンにすんなわら。スタメンにしたら結果出しちゃうじゃん原口。そしたら大山使えなくなっちゃうじゃん。それ誰の意向なんかな。つらおかだやろ。大山のこと好きすぎやわ。もうええわ。別に上田たまにはスタメンでもええがな。そんな叩くことかよ。上田使うなら木波外してショート入れろや。何でも石田が外れるねん。木波は朝早くから練習してるからな。そんなんで決めるのやめてお願いだから。今日は途中左投手来たら前側に森下で上田がレフトに回るってことやなわら。左右病の考えそうなことや。7番にしてまで使いたい選手か大山って。まあどんでんも何とかしようとしてるねん。どうせなら9番大山にすればよかったのに。ひでえスタメンやな。矢野が言ってた3番 DH 糸春だからオーナーに言われたな。これは岡田のプライドではこれはやらん。シャッフルいらんねん。大山と原口入れ替えるだけでええねん。現地やけど今からスタメン発表楽しみや。現地の人はスタメン見ない人多いからな。どよめきが起きるやろな。テルマかタイムリー。ワイを上げてやれや。森下外すなら木並も外せよ。どんなケーラーしてるんやこいつもこいつで。2番上田は論外だろ。しかもライトで上位はな。なんかミスしそう。大山を動かすときは大シャッフルの法則わら。どんだけきつことんねん。原口4番入れるだけ終わりやん。これで今日上田がやらかして決勝点とか現状したら目も当てられんなわら。そうなった場合はお払い行った方がいいぞ。どんちゃん木波が聖域、矢野の愛人時代より成績悪いのに岡田は何がええねん。打てない、守れない、走れない。木波を使う理由が全くわからん。まさかの上田スタメン。佐藤森下井上がまできなくてよく大山木波保守我慢で急な岡田よ。そらもう練習態度やろ。チーム崩壊させてるな。何上だって。上田の左はバントもできんから使えんのにね。だったらショート小畑にして2番に入れたらバントお前しすくも使える。そしたら森下スタメンでええやん。上田スタメンは草。大山4番に関わってる限り浮上はない。今日のスタメンも大山4番に戻すためのもんやから何も好転してない。スタメン上田はチームが暗黒に入ったことを知らせるサインである。マタイによる福音書7章7節より。早田や田中修太感があるよな。佐藤と井上追い出しといて上田スタメンとか健常者じゃねえわ。そもそも森下でもいいし。森下佐藤と我慢してほしい選手ほど我慢せんな。どうでもいいのは辛抱強く使うのに。こういうのやりたいなら中野、近本、前川手順に組めばええだけちゃうの。間に微妙なやつ挟む意味がわからん。上田もたまには見たいやろ。にわかかよ本当にゆとりねえな。島田も上田もスタメンで使うような選手ちゃうやろ。森下くらい我慢しろというか阪神では普通に売ってる方のあやが。何もそこまでして大山使わなくてもよいだろわら。てるちゃん腐るなよ。なんでこの佐藤ってバッター1軍にいなのかね。てか上田おるのに島田いらんやろ。別の選手あげろや。佐藤あげろ。森下ちょっと出る。井上使わず。やめよ小野寺、島田、上田を使う方がおるらしいな。暗黒感しかしない。これで納得してるのか岡田。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。